ここからちょっとぜひ10人の日本人選手をそれぞれ採点していただきたいんですけど、はいはい、鎌田選手ボランチとしても点取れるよっていうところは証明した。でそこでも大体トップクラスだったんですね。長谷部選手75点、はい、自分がいることでチームがうまく回ることが自分の役割っていう明確なこう意図があって。サムライズあいや遠藤選手がここ一番良かったと思って。ブンデスリーガ4位タイのミドルシュートの数もあるし、一人でこう局面を打開できる高度強さを見せた選手。今みんなも日本にいる間に海外に出たいのを前提としてるんで、英語を勉強して語学力は相当上がりましたよね、うんうん、英語に対するアレルギーがない低いんだなと思いました。ここからちょっとぜひちょっと10人の日本人選手をそれぞれ採点していただきたいんですけど、はいはい、まず堂安選手84点、はい、高いね、刻みますね。なんか84どういうことですか。まず、はい、その佐々木さんからのリクエストで、はい、75点が9大点だっていうところで、はい、9大点誰かなって考えた時に、はい、長谷部選手っていう基準からいろいろ考えていったんですけど、堂安選手に関しては84点っていうのは85点を上げるほど、活躍はしてないかなっていうところなんですね。5ゴール6アシスト33試合に出て、うん、まずだけど、うん、でクラブがやっぱりチャンピオンズリーグに出たいっていう将来的な目標がある中であと一歩届かない5位だったんで、うん、まあ、かなり彼は良かったけど85点を上げるにはまだ伸びしろがあったかなっていうところですかね。うん、完全なレギュラーで、はい、エースではあるんですか。エースでもない。エースっていうのはさっき僕がベストイレブンにいたグリフォっていう左の選手なんですけど。そうなんだ、はい、彼がまあ一番点を取ってるんですね。はあ、で堂安選手は右にいる、はい、右のウィングですね、はい。でまあ、基本的には、絶対不動のメンバーであるのは間違いないんですけど、で守備の貢献度も高いと、うん、有名な話で言うとワールドカップドイツ代表ってやったじゃないですか。そうした時にフライブルクのシュトライヒ監督が、まあ、堂安選手にもおめでとうって連絡をしたらしいんですよ、ね、うん、よかったねと2ゴール決め出しっていうことでゴールを褒めるのかなと思ったらお前の守備がすごかったよみたいなことを言ってたり、そういう戦術面のところで多分荒削りだった堂安選手が学べてるっていうところはいいのかなと思いますね。ただまだまだ彼の中ではもっと点取れるなっていう感じはあって、本人もでもその課題には気づいたっていうことを言ってたんで、ペナルティエリアの内のクオリティだって話をしてたんで、でその決定もそもそもフライブルクに来た理由が監督からお前には欠点がこういうとこあるからこれを伸ばしてやるから俺のところに来い、そしたら成長させてやるからっていうところで来たんで、まだここから伸びるっていうところを含めてまあ84点かなっていう感じですね。日本代表の時より生き生きプレーして見える印象がありますけど、ああ、そうですね。はい、どうでしょうか。それは間違いないんじゃないですかね。でその攻撃のところでもより仕掛けられるところがあるし、あと彼が実際フリーキックを取ってそこから点数が入ってるとかもありますし、生き生きしてるっていうのはすごくドイツのメディアの評価にも表れていて、そのドイツっていうのはキッカーっていう老舗のスポーツ専門誌と、まあ、ビルトっていう、まあ、大衆向け、ビルトの大衆向けの中では全体の選手の中で採点が21番目に高いです。全選手だからそこそこやってるじゃないですか。キッカーだと44番目なんで、だからその派手な活躍生き生きしてるっていうところとも関係してると思うんですけど、そういうゴールを決めたりとかそういうアグレッシブにいってるところっていうのはすごくなんだろうな、ライト層にも響くようなことはやってた。だから今度はもっとこう怖そうにも響くようなところを上積みしていくと彼もうちょっといけるんじゃないかなっていう、まあ、期待も込めての84点ですね。はあ、うん、日本代表では右サイドを久保選手であるとか伊藤選手と、うん、争う立場かなと思うんですけど、はい、この3人比較してどうですか。はあ、今久保選手がめちゃくちゃいいですもんね。うん、ただ久保選手は今後トップ下でやりたいって言ってるんですよね。あ、日本代表で、はい、日本代表で。あ、そうなんだ。そうそうか。なんか前回のワールドカップで左サイドやってたけど、それはちょっと、うん、企業貧乏的なところどこでもやれる自分の良さで出しちゃっただけで、もっとトップ下で今後は勝負したいって言ってるんで、多分伊藤選手との争いになりますね。はあ、どうですか比較して。伊藤選手の方が縦にゴリゴリいけるけれども、うん、堂安選手の方がなんかこうシュートとかそういうギラギラ感、大舞台でのギラギラ感はあるよなっていうのはありますよね。うん、まあ、有名なのはやっぱ1点目ワールドカップ初戦で1点取った時に堂安選手あんま喜んでなかった。うん、まだまだだって言って、で面白いエピソードがあって、1点目決めてまだまだだって言って、試合の後に家族と会うんですけど、堂安選手のお父さんが堂安選手に何て言ったかっていう話があって、普通だったらすごい喜ぶじゃないですか。だって堂安選手のお母さんはお父さんと10年ぶりに抱き合ったっていうぐらい堂安選手のゴールが生まれてそれぐらい家族が喜んでるんだけど、堂安選手のお父さんはドイツ戦お前 PK もらいに
って倒れたとこあったやろって、あれで行かなあかんよみたいな、そういうことを言われて育ってる、やっぱ貪欲な大阪の関西気質の子なんで、まあそういうところはこうかなり貪欲さがあるし、まあその辺でまだ本人が一番もっと厳しくしていいよって言ってるような気がしますね、この84点というよりも。来季にまた行きたいんですね。鎌田選手ちょっと1点下がった感じですよね。また刻みますね。気遣い感じる。いやいや、これは鎌田選手と堂安選手はまあ両方ともやったんですけど、鎌田選手は後半戦にちょっと伸び悩んだっていうところと、チームとしての成績が堂安選手よりは下だったんで、まあちょっと下がるかなって。85点やったらもうバッチリ本当に良かったねっていう感じなんで、そこギリギリ届かないっていうところで83点にしました。終盤なんかあんま試合出させてもらえない時期もあって、あれは干されたってこと？いやいや、コンディションとか良くな、プレーの質が良くなかったですね。はい。ミスがあったりとか、あまりゴールに直結するような仕事ができなかったり。契約延長しないから出さないってわけじゃない？そういう感じではなかったですね。で、だってそもそもグラスナー監督も、そういう自分の首がほぼ、もうその時点で多分来シーズンはないなっていう感じだったんで、そういう干された感じではなかったです。ただ、前半戦は本当に大車輪の活躍で、彼がチームを勝たせたっていう感じだったんですけど、ちょっと後半戦、まあ、ワールドカップでの疲労もあったし、メンタル的にもって、ちょっとこう、ワールドカップに、後にちょっと落ち着いちゃった部分もあったのかなっていうところはありますね。はい、今季はボランチとしてプレーしたんですか？そうですね。まあ、大体フォーメーションが3-4-2-1なんですけど、2シャドウの一角で出てるのが、30% ぐらいで、 70% ぐらいがボランチですかね。はあ、うん、ちょっと新境地を開拓したんですね、うん、ただ鎌田選手に関してはちょっと面白い話、じゃあちょっとデータ的な話ですけど、こう鎌田選手って実はペナルティーエリアの外からのシュートがこう4点決めてるんですけど、それって5大リーグでどれぐらいかって分かります？イメージ一番多分決めてる選手って何点ぐらいで、鎌田選手じゃあ何番目ぐらいだと思います？5ゴール、まあ、結構高そう。5番目。ああ、2番目なんですよね。2番目なんです、ね、グリーズマンが、5大リーグだと、一応統計的にはグリーズマンだけがペナルティーエリアの外で、リーグ戦に限った、国内リーグに限ったやつですけど、グリーズマン5得点で、鎌田選手は、ブンデスリーガでは当然最多で4得点取ってるんですよね。だからそういうところでも、そのボランチとしても点取れるよっていうところは証明した。で、彼はベイフベポカルとかでも結構ペナルティーエリアの外から決めてるんで、3月の時点だと、メッシが一番ペナルティーエリアの外から、全部公式戦をやると1番だったんですけど、2位が鎌田選手とバルベルデでっていう感じだったりとか、やっぱちょっと日本人的な感じとは違うなっていう。そんなにシュートうまいんですね。そうですね。シュートうまいですね。ボール扱いがうまいのと、あと184センチの体で、結構その、ちゃんと体を使ってシュート打ててるんで、そこのそれなりに勢いのあるボールが、低い弾道も切れますし、足も長いしっていうところで、ボール扱いうまいですよ。で走行距離も結構多いんだよね。走行距離も大体トップクラスだったりするんで。へえ。鎌田選手は今後日本代表でどこで起用していくといいでしょうか。どうするんですかね。この前ねボランチやって意外に良くなかったですからね。ボランチやりたいんでしょ。でも鎌田選手はボランチやりたいと。で、この間のまだ3月の代表戦の時は、久保選手のためにトップ下を開けていたような感覚があったんで、見えてると。でも監督、森保監督は多分トップ下を久保選手の一番手と考えていると見ると、もうボランチでもできるし、久保選手がいないとき、出れないときでトップ下、まあその2つをやらされるのかなっていう感じですね。来季まだ決まってないですけど、まあ、AC ミランどうなるか分かりませんけど、はい、どういうところに行くともっと活躍できそうですか、鎌田選手は。彼の分析だと、はい、自分はその典型的な王様っていうよりは、その王様がいたらそれを陰で操ってるようなタイプだっていうことを言ってるんですよ。フィクサーみたいな感じですかね。そうですね、はい、だからそういう選手をうまく使える選手チームがいいなとかいう、だからトップ下を置くか置かないかっていうのはともかく、その点を取れる選手がいて、それとうまく連携できるチーム、だストライカーなりいい点ゴールゲッターがいるチームにいると、より彼が活躍できるんじゃないかなっていう感じがしますけどね、うん、さっきのミドルシュートのうまさもありますから、ミランどう思います？ミラン、本田選手の時よく見に行きましたけど、厳しいですよね、ファンが、AC ミランって。ヤジとかすごくて、そこで活躍したら大スターになれますけども、どうですかね。今、ミラン結構強いですもんね。ミランってアジア人もあんまりないですよね、歴史として。ね、はい、インテルはね、長友選手とかいますけど、なかなか、プレッシャーが並外れてるってことですよね。うん、そっか。
でも鎌田選手の夢はチャンピオンズリーグで優勝することだから、ミランなのか、でもミランもそのスポーツ部門の責任者とかマルディーヌが一気に辞めたりしたんで、うん、ちょっとどうなるかわからないところもありますよね。リバプールもずっと興味を持ってるって話もあるし、うん、はちょっとなんとも。だからマルディーニが辞めるまではミランって聞いてましたけど、うん、代理人界隈からは、うん、ひっくり返るかもしれないですね。いやでもないと思いますけどね、ひっくり返ることは。ああ、このままいきますか。うん、そうするとジルーとかと組んだり、今日レオンとか絡んだりとか、うん、今日それもね、レオンなんてワールドクラスですよね。そうです。イタリアって守備が多分一番レベルが高い国だと思うんですよ。はい。戦術的というか、隙与えないって、うん。だから簡単じゃないでしょうね。鎌田選手、守備のスキルも高いんですよね。センスがある。あると思いますね。はい。そこは今のグラスナー監督のもとで、グラスナー監督がやっぱ守備に一番うるさい。今まででもうるさい監督だったけど、うん、しっかりやってくれてるのはっていうのは第一だみたいな話はしてたんで、まあその辺の頭の良さというか、そういうのはあると思いますよね。分かりました、鎌田選手。ということで次、長谷部選手75点、はい、何歳でしたっけ。39です。39ですか。もうとドイツでも尊敬されてますよね。はい、もちろんドイツでも最年長の選手ですね、現役では。これ75点というのはどういう、今シーズン彼怪我で、まあ3分の1ぐらい出られなかったんで、そこだけですね。で、最終的には結果的にまたレギュラーに返り咲いてるんで、34試合中18試合しか出られなかったので、パフォーマンスの質というよりも出られなかったところで、まあ、9大点かなっていうところですけどね。ただ、まあ、彼がいると、やっぱ結局試合2が安定するっていうところもあるし、で、やっぱり、もう未来が2年、3年先を見通せないから、いつもどの監督も、シーズンの最初は、長谷部選手行かないんですよ。で大体8月に開幕して9月の中旬ぐらいの時からチームがうまくいってないと、じゃあ長谷部頼むみたいな感じで行って、そこからチームがうまく回り出すっていうのがもう毎年お決まりのパターンで、今年なんかは今シーズンなんかは長谷部選手は思ったより早かった、まあ9月の中旬だったんですけど、もうちょっと序列は低いかなと思ってたけど、思ったより早かったってぐらい言ってたぐらいで。あれチャンピオンズリーグで出れなかったら何だろう、ナポリ決勝トーナメントですね。でその年明けからはずっとスタメンで出てたんですけど、そのチャンピオンズリーグの直前の前のチャンピオンズリーグの直前の直前だから2試合前ですごく良かったんです。でもうドイツってそのデュエルが大事なんで、デュエルの勝率も 85% とか 90% いってて、ドイツメディアでもドイツの中継でもすごいな今日はって言われてたんですけど、1回ミスしたんですよ。相手のカウンターの時に足滑らしちゃったんですよ。したらその次の試合からスタメン変わっちゃって、でその流れでチャンピオンズリーグ迎えちゃって、でチャンピオンズリーグは決勝トーナメントですね、負けちゃって、でまたしばらくしたら長谷部選手がまたレギュラーに戻って、うん、最後の一番大事な DFB ポカルの決勝も出てるんですけど、多分そこでずっと年明けから最初からずっと使ってたんで、疲れたって見なされたかもしれないし、監督はね、足を滑らしただけなんです。こう相手のカウンターが来てるから、こう戻りながらやってる時に足滑らしちゃって、でそこからそのまま点入っちゃって、絶対出たかったろうね、ナポリ戦。いや本人は、はい、出たかったと思うんですけど、厳しい世界ですね。まあでもミス一つで、ね、そうですね、それも、もう1年ずつ契約延長してる最近はずっとなんですけど、またもう1年戦おうって思った理由の一つだって言ってましたね。その出られなかったことが逆にまたそれで、あ悔しいって思ったから、まだまだやれるなって本人は思ったっていう話をしてました。お二人とも長谷部選手ね、長く取材してると思いますけど、はい、なんでこんなに長く活躍できて彼が出てくると落ち着くんですか、そんなにチームが。最近僕取材してないんで、最近のことは分かんないですけど、もストイックなことは間違いないですよね。で同じルーティンを続けられる、落ち着くのはなんで、なぜか。ストイックな選手いっぱいいますよね、他にもね。ああ、はい、レベルがその徹底してるんじゃないですかね。ああ、並外れたストイックさなんですね。あとは、長谷部選手に、去年ですかね、インタビューさせてもらった時に、その、コバチ監督にリベロっていうポジションを任されて、選手寿命は5年伸びたよって言って、いやいや、大げさでしょって言ったら、本当に5年って言ってたぐらい、やっぱそのポジションを下げて、よりその試合を見る目だったりを生かしてもらえるところにしてくれたっていうのは大きかったかな。あとは彼が一つ、その彼ってすごく自分の役割は言語化してるんですけど、それは決して目に見えない、自分がいることでチームがうまく回ることが自分の役割っていう、なんか明確なこう意図があって、それが時には攻撃かもしれないし、時には守備かもしれないし、時にはチームに活を入れて相手に、ちょっとあんまいい例ではないかもしれないけど、相手に激しくスライディング行って、もう俺は勝つぞみたいな、そういう空気を入れるとか、そういうなんか目に見えないものが何かっていうのを読んで、それを生かすっていうことがあるんじゃないですかね。だから攻撃が足りないなと思ったら、リベロから前の方にちょっと攻撃参加してたりとか、そういうところもあるんで、そういうところ、チームに足りないものを補う力。は
まあ、それは一つあるのかなって気しますけど。徹底的なチームファーストなんですね。そうですね。あ、それがもう、まあ、悟り開いてるようなもんだと思うんで。だって、ハリル・ホジッチさんの時でさえそうでしたから。かぁ。相当というと、相当できる部下。ダメな上司でも、上司という立場で接している以上を信じて尽くす。か、う、ぁ、ん。ダメと分かっていても。侍ですね。侍ですね。ああ、本当のラスト侍って感じですね。多分本当にラスト侍なのは間違いないですよね。でも、この、玉際の争いとかサッカーのところでは同一人化してるんですけどね、本人も言ってるぐらい、うん、むちゃくちゃ相手にも文句言うし倒されても、まあ、そういうところはやっぱ愛されてますね、うん、1年現役伸びたわけですけど、はい、その後どうするんですかね、やっぱコーチになったりとか残るんですよね、はい、フランクフルトに、うん、2028年までは残る契約ですね、うん、まあ、ただ本人はそれをだからある意味でモラトリアムとして考えていて、うん、本当に自分が監督業をやりたいのかどうかっていうのもわからないから、監督業のライセンスを取るのは続けるだろうし、うん、やるけれども、ひょっとしたらもうちょっと GM 的な立場に行きたいかもしれないしっていうので、うん、まあ、そのモラトリアムを考えての5年間っていう感じに、5年、現役引退から5年いるよっていう契約にしてるみたいです。引退後も楽しみですね。楽しみですね。さらなる活躍が。はい、次、浅野選手、ボーフム、66点。うん。まあ、彼、最後のね、最後の試合で1ゴール1アシストっていう残留争いで、もう本当に負けたら降格もあり得るっていう試合で活躍したんですけど、まあ25試合で3ゴール、うん、まあ彼に求められている仕事は点を取ることではないんですけど、彼がやりたい仕事は点を取ることだと思うので、うん、まあ9打点を75とした時に、怪我してる時以外出た、怪我してる欠場した試合以外は基本的にほぼ出て25試合出てるけれども、彼の求めてるものとの相違ってところでこの9点マイナス9大点からっていう感じにしました、ね、うーん、浅野選手ってなんかポジションも含めてどういう選手なんですか。センターフォワードって感じでもないじゃないですか。ウイングでもないですよね。なんかどういう位置づけなんだろうな。昨シーズンはなんかウイングみたいな感じで、ただ守備に出、ま、回ることが多かったんで、ひたすら上下動してくれる。で今シーズンはなんかフォワードの下のインサイドハーフみたいな役割で、あー、ボーフムは中盤とかないんで、うん、思いっきりロングボールを蹴って、それでフォワードが競って相手のとここぼれるかもしれないし、自分のとこ降りてくるかもしれないけど、それをマイボールにして運んでってみたいな、そのだから汗かき役というか、そういうところではしっかりと評価を得てるっていうのはありますよね。その選手っていうとなんか俊足のイメージあるんですけど、はい、ドイツでも圧倒的に速いんですか。速いですね。ドイツの中でいろんな国籍の人がいますけど、常にトップスピードはだいたい15番以内をキープしてますし、スプリント、いわゆるスプリントですね、いわゆる一定速度以上のスピードで、昨シーズンはスプリントをした回数が昨シーズンは1位だったりとか、うーん、まあ、とにかく速いし、速いのプラス速いの続けられるっていうところは、まあ、彼の良さかなと。非常に意識が高い選手なんでしょ、居残り練習は。あ、そうですね、はい、だから日本代表だと、一番最初に練習場に行って、あの練習で汗を流して、で試合練習後も、まあ、一番練習後に一番汗の量が多いぐらい、あの筋トレしたり走り込みしたりとか、まあ、そういうところ森保さんが買ってるところは日本代表でもありますよね。だから彼が浅野さんあれだけやってんだとか後輩も思うだろうし、まあ、そういう雰囲気作りってところは、まあ、どこ行っても変わらないんで、うん、まあ、兄弟多いからね、やっぱ責任感がすごいあるっていうのはよく言われ、何兄弟でしたっけ、何人でしたっけ、8人ぐらいです。8人ですか。あ、本当でも選手の子供とかをあやすのもむちゃくちゃうまいらしくて、あの要は自分が上で下の子がどんどん生まれてきて、あの自分のスタンスか、その赤ちゃんを明かした経験、あやした経験が多いから、うん、選手の子供とかもすぐ懐くっていうの浅野選手には有名な話です。なんかね、サバイバル能力高そうですね。板倉選手、はい、81点。まあ、彼はすごく良かったですね。ディフェンダーの選手で、チームが10位、10位かな、チームの順位が全然振るわなかったので、ただ彼の10位ですね。10位ですよね、はい。だけど彼の貢献っていうのはすごく高かったな。で、あとは一つのところで、こうなんだろうな、スライディングもいろんな種類があるんだっていうのを分からせてくれたというか、相手のボールを止めるスライディングもあれば、相手の進路をこっちに抜けさせるスライディングもあれば、相手から一気にボールを奪って次のプレーにつなげるっていうスライディングもあるし、なんかいろんな守備の技術の高さっていうのはすごくて、実は、その辺が大きかったのと、あとはまあ彼攻撃でもその起点になってた、パスの成功率もだいたいリーグでトップ10に入ってたりとか、はい、その辺で9、そうですね、そのあたりの強さっていうのは圧倒的だったかな。チームがもっと良ければもっとやれるんじゃないかなっていうところはあります。ただ85点にしなかったのは、
すごいいい選手なんですけど、高いパフォーマンスで守備は強いんですけど、バイエルン戦の前半とか、ケルン戦の前半とか、なんかちょっとたまに、あれっていうミスを何個かしてたので、それがなくなると、もっと本当に頼られる選手になると思うんで、その分を4点引かしてもらいましたけど、まあ彼ここまで出てる選手の中で85点に一番近いパフォーマンスを個人として見せてたのは板倉選手かなっていうぐらい、攻守の肝だったし、監督1年で変わっちゃいますけど、監督の中で最も信頼されてた選手の一人でもありました。ブンデスリーガ屈指のセンターバックって言っていいですね。そうですね。だ怪我する前まではビルト氏の日曜版の採点で1位だったりしたんですよ、全体でですよ。ただ怪我しちゃったんで、あの9月にね、そっかその怪我してなかったらどうなったのかなとか、チームの成績も含めて、それぐらいすごく分かる、ね、チームがね、最初よくて良かった後にドーンと、ね、落ちちゃったからで監督解任、はい、1年で終わっちゃったんですけど、うん、まあ彼はやれるなっていうところを見せてくれたっていう意味でも、なんかすごく日本のディフェンダーのお手本にもなるんじゃないかなっていう気しますね。日本代表のね、はい、要でもありますもんね。そしたら最後はシュツットガルトの遠藤選手、最後ギリギリ一部残留しましたけど、いや遠藤選手が僕は一番良かったと思ってます。木崎さんどうですか。一番良かったっていうのは貢献したっていう意味で、あの個人のパフォーマンス的に、ああまあ去年と比べて良かったかっていうと、そう同じぐらいの、なんかあんまり結構いつも平常運転のイメージがあって、あどうじゃないですか、うん、そのあの平常運転は平常運転で、今日悪い試合はなかったです。で今日悪い試合な、僕全試合見たんですけど、今シーズン出場すると悪い試合はなかったんですけど、まあその中で残留争いをして、まあちょっとボランチじゃなくて1個前のところをやることはあったけど、守備的なポジションで5ゴール5アシスト、うん、でさっき鎌田選手の、ところでミドルシュートって話ありましたけど、遠藤選手も3点決めてるんですよね。でブンデスリーガで鎌田選手とか4点決めてるのは、3人しかいないんで、だからブンデスリーガ4位タイのミドルシュートの数はあるし、あとちょうど、まあ、ちょっとそのスカパーで中継の番組もやってる中で、ちょうど3月から4月にかけて遠藤選手がすごいプレッシャーをかけられてる状況でボールが自分のところに来たっていうので、相手をこう相手の間を抜けるとか、相手をターンして2人かわすとか、そういうシーンが毎試合のようにピックアップしてたんですけど、うん、3月から4月にかけてはそれが毎試合やりすぎて番組で紹介しきれなかったぐらい、一人でこう局面を打開できるというか、あのうまさじゃなくて相手が来てるんだけどうまく強引に入れ替わったりとか、遠藤選手になんでそれができるの、つまり個がすごく個の強さを見せた選手ってことなんですね。結局個の強さ、相手が来た時にボールを剥がす、あの相手がボールを取りに来た時にそれで入れ替わって抜けるとか、それうまさじゃなくて何なのって言ったら、それはまあもちろんボールをどこに置くかとかもあるんだけど、最終的には勇気ですねって言ってて、そういうところがすごく伸びたんですね。で、まあ当然低いところがなくて、そういうところがすごく伸びて、ミドルシュートもあった。あとは、これでブンデスリーが3シーズン目なんですけど、3シーズンで、怪我で欠場が一度もない。で、リーグ戦1シーズン目は1回出場停止で1試合。2シーズン目はコロナで出場できなかったのが1試合。で、3シーズン目は脳震盪で、まあ、怪我というかどうかですけど、脳震盪で出場させてもらえなかったのが1試合で、34試合中33試合を3回繰り返している。マウスピースを入れて、あれだけ激しいプレーをしながら、それだけのパフォーマンスを見せているっていうところも、すごく評価高いかなっていう。しかも代表でもあれだけフルに活躍してですよね。いや全部スタメンですからね。東京オリンピックまでね、出て。さすがにあの時なんか疲れて見えたけどね。東京オリンピックの最後の方はね、うんうん、とはいえそうですね、波はないし、シュツットガルトってチームがね本当に毎月ギリギリで、ここ2年はそうですね、うん、で今シーズンは入れ替え戦の末、さっきトピックにも挙げてもらいましたけど、うん、木崎さんのでもそれはだからその責任はないんです。だからその11点分はやっぱキャプテンのところなんです、はい、キャプテンとして言葉で引っ張るタイプじゃなくて背中で引っ張るタイプなんで、それがもちろんその丈のパフォーマンスを見せたと思うんですけど、うん、そこはやっぱ地元メディアでももうちょっとこうなんだろうな、あの言葉でもとか、なんか見本になるようなことをやってもいいんじゃないかっていうことは言われてるんで、うん、まあ、その部分の10ポイントを引かしてもらって89点です、ね。シュツットガルトって戦力的には降格争いするようなチームじゃないんですか。いやどうですかね、まあ、10位ぐらい、10位の下の方だから、そうですね、10位とか13位、うん、それぐらいの戦力かなっていう感じです。で今入れ替え戦が16位だったんで、うん、まあただよ、うん、そうですね、ちょっと低めだったっていうのが2年続いてますけど、まあただ彼は個人のパフォーマンスが一番良かったですね。伊藤選手79点となってます。これも80点を与えるほどではないけれども、1年間通して彼も怪我なく
出続けたっていうことと、あとはやっぱ守備のところがすごく強さが出たかなっていう。彼は何でしょうね、昨シーズンもゴールキーパーってロングキック多いじゃないですか。昨シーズンもゴールキーパーを除いて一番ロングパスを出しているような選手だったり、そういうもともと左足のキックのうまさっていうのがあるんですけど、今シーズンはそれに加えて守備が上手くなった。特に守備範囲の広さが、うん、相手に一回抜かれそうになっても追いついてボールをタックルしたりとか、そういう守備範囲の広さが上手くなったかな、広がったかなっていうところで、まあ、彼はこの点数ですね。監督は交代して出番を失うかなと思ったけど、出続けるってことはやっぱ評価されてるんでしょうね。はいはい、シュトゥットガルトはその暫定監督も含めて今シーズン4監督が指揮を取ったんですけど、そんなだったんですか？はい、全部出続けてますから。遠藤選手と伊藤選手、遠藤選手はキャプテンっていうのはもちろんありますけど、おっしゃる通りで、そうだからドイツ人の方が評価してるのかなと思って。そうですね、はい、日本人よりも、日本人が見る伊藤選手よりドイツで見られてる伊藤選手の方が評価されてる気がします。ワールドカップの時もね、もっと伊藤選手出るんじゃないかって予測してましたもんね、うんうんうん、あと本当に物怖じしないですからね。別にドイツ語じゃなくて英語で結構やり取りしてるんですけど、審判にも普通に文句言ったり話したりしてるし、チームメイトにも普通に話してるし、うん、これがちょっと前まで J リーグで2部にいた、まあ、24歳の選手かなっていう、そういう堂々とした振る舞いも多分ドイツ人からは評価されてると思う。あ、間違いなく思うぐらい、なんか普通に不思議な選手ですね。原口選手なんかも以前なんかこう、彼は面白いなと、彼が初めて代表にいた時に全然先輩だからっていうので媚びなくて、でも別に感じ悪いわけじゃなくて、彼は大物になるよって当時言ってたんですけど、まあそういうのは感じますね。その原口選手55ということで、ちょっと厳しい採点になりました。日本人選手の中で一番厳しかったですね。でもやっぱり何が難しかったかっていうと、まあシーズン前半戦はウニオンベルリンにいて、で後半戦から年明けにシュツガルトに移籍したわけですけど、やっぱワールドカップ落選したことで、もユニオンベルリンっていういいチームにいて、今シーズンチャンピオンズリーグにいたチームにいたんだけど、うん、やっぱもっと上手くならないといけないな、もっと成長しないといけないなと思って、ユニオンベルリンでも引き止められたけど、より出番のありそうな残留争いしてシュツガートに行ったと、うん、で最初の数試合やっぱすごく良かったです。原口選手が行ったタイミングで監督も今シーズン暫定を含めると3人目の監督が就任して、うん、もうその時はもうチームで一番評価されてるぐらいで、ドイツ語も彼英語もそうなんですけど、ドイツ語もしっかり勉強してるから、その時のラバッティア監督はドイツ語でチームに指揮を取りたい人だったんで、ドイツ人で。だから原口選手がしっかりドイツ語で話せるっていうところもプラスで、全部うまくいってたような感じだったんですけど、そのところで、そのラバッティア監督が結果出なくて、解任になると。うん、で、次のヘイネス監督になったんですけど、ヘイネス監督が就任してから3日目かな、2日目か3日目で練習2回か3回しかしない段階で、次の試合を迎えて、その時はスタメンだったんですけど、今季一番悪いパフォーマンス見せたんですよ。そしたらもうベンチになっちゃって、その試合から、うん、でその試合で逆に活躍した人が今度原口選手が代わりに出た選手が活躍して、でずっとしばらく出てて、でもう原口選手のポジションで今度出場停止の選手が出ましたと、うん、で新しくヘイネス監督になってから、公式戦が9試合やってるのかで2敗してるんですけど、リーグ戦は1敗しかしてないんですけど、リーグ戦最下位のヘルタベルリンに負けたんですけど、その試合で原口選手のライバルの選手が出場停止だったから出たんですけど、まあ、今シーズン2番目に割るぐらいのパフォーマンスだったんですね。あ、だちょっとなんか、本当に動いて、裏目に出ちゃったなっていうのは感じます。もちろん、そのヘイネス監督も、原口選手が練習でサブ組にいるときに、主力組がいいプレーをしたら、こうアドバイスやったり、盛り上げたりとか、そういうところ評価してたりはしてたんですけど、うん、大事な試合で、シュツガルトに移籍してから2試合とも結果が出なかったので、この、この日本人2人っていう組み合わせはやっぱ被るのかなってちょっと思ったけど、どうかな、その。でも最初の数試合はすごい機能してたんですよね。ラバディアで、ね。ラバディアの最初の。で、ケルン戦とかは原口選手がもう来た。で、遠藤選手もよく来てくれたっていう感じですけど、日本人2人が被る、インサイドハーフで、うん、4、1、2、3のその2のインサイドハーフを2人でやってた、うん。日本人だらけなわけですよ、その。それから見てる方が面白いけど、うん、大丈夫かなって心配しちゃう。ただ攻撃のところのちょっとクオリティの不足が、ちょっとそこで多分響いたかなっていうのはあったかなと、うん。よりなんか上下動とか、運動量とか、全体のバランスを見るとか、そういうところに、うん、シフトしてるので、攻撃のなんか崩しとか、そういうところができなかったっていうのも、ちょっと最後の方、厳しかったのかな。原口選手のポジションにもっと攻撃的な、役割があって、遠藤選手がそれまでよりもちょっと守備的な役割になってっていう感じになったんで、そこがちょっと。日本人3人は多いかなっていう、1チームに。そんなことない。
まあ、それはなんか、それ関係ない。一人は、それはなんか、その理由はなんか。三人はちょっと、日本人の良さと欠点両方あると思うんですよ。うんうん、欠点の部分が、あのチームに影響しちゃわないかなって、まあ、心配しちゃう。欠点って何ですか？あの、リスクを犯さないとか、カバーリングしすぎるとか、うん、そういう、遠藤選手と原口選手ってタイプ違いますけど、うん、2人が並ぶとなんかすごい僕違和感ありました。ああ、見てても。中盤に2人いたらね、うん、中盤がほとんど日本人だってことなんですよね。まあ、確かにな。まあそうですね。まあ、これはもう分かんないですけど、しょうがないですけど。だからまあちょっとだから短期的に見ると、この移籍がうまくいかなかった。でもなんで移籍したのかって言ったら、やっぱワールドカップであそこまでずっと出てたのに、メンバーから外れたっていうことも影響してるだろうなっていうのは。あったし、なんか彼にとっては難しい一年だったなっていうのは。過去にハノーファーに日本人3人いた、山口、山口、清武、酒井宏樹、酒井宏樹、あの時もやっぱうまくいかないね、チームは。まあでも酒井、あの、うん、ただ山口蛍があんま出てないんで、まあまあ、5試合ぐらいしか出てないからサンプルがあんまりっていうところですけどね。なんか1人か2人ぐらいの方がなんか集中できそうな気はしますね、うん、選手自身もいいのかなってはね、思っちゃうけど、うん、そもそも原口選手って今どこのポジションやって、先ほどインサイドハーフっておっしゃいましたけど、昔なんかサイドのウイングのイメージだったんですけどね。でもなんかやっぱそこは単純な速さとかそういう方が優れてる選手がやるべきだと思って、よりサッカーのことを勉強して、いろんなところ攻守にいろいろ関わるところが多いインサイドハーフに楽しさを覚えて、そこにどんどん系統していってる感じはあるんですけど、なかなか今シーズンは動いてうまくその行かなかったですね。あ、はい、代表でもどこで使っていいか分かんないってのもあったのかもしれないですね。森保さんはですね。フォーメーションも変えちゃったんで、余計に、うん。それは本人も言われたみたいですからね。うん、あ、そうなんですね。分かりました。シャルケ、吉田選手、2号に落ちちゃいましたね。3月まではすごかったんですけどね。すごく守備のずっと要で、シーズン前半戦は、まず怪我人だらけ、シャルケのディフェンス陣が、はい。純粋なセンターバック、吉田選手しかいないみたいな。うん、ずっと出続けて、ワールドカップまで行って、まあ、残留争いしてたけど、3月ぐらいまで良かったんですけど、その後怪我してから、ちょっとパフォーマンス落ちて、最後の方がスタメンからも外れてしまって、最後のやっぱり7試合、8試合のところのものが落ち、彼を9大点75点いかなかったところかなとは思いますね。正直やっぱお金がないから、圧倒的にチームとして弱かったんですね。そのスポンサーガスプロムっていうね、ロシア系のも、胸スポンサーだった。胸スポンサーだけど、ウクライナ問題でね。ストップというか、まあ、拒否したのかな、シャルケが、はい、で。それで代わりに見つけましたけど、なかなかお金はない、お金はないところで、こう、そうですね。ただ、インターセプトの数はリーグでダントツで、それだけ守備に追われてたぐらい、インターセプトしまくってるっていうぐらい、働いてはいたんですけど、怪我から復帰したのはひょっとしたら早かったのかなっていうぐらい、最後のところのパフォーマンスが、バイエルン戦でね、バイエルン戦でバックパスしたら短くて、取られて、ゴールされて、次もベンチ外だったかな、うん。そうですね。で、まあ、だから、怪我明けのところ、29試合出てるんですけど、その最後のところで怪我明けだったところが何か歯車が狂っちゃったなっていうのはちょっと感じました。ワールドカップでもフル回転でしたもんね。ね、そうですね。そこまでずっと怪我なくやってたんですけど、そこはまあ難しいところかなと。吉田選手今後どうなるんですかね。シャルケから移籍するんですかね。はい、うん、シャルケとしてはその一部に残ったら25試合以上出た場合は契約が自動的に1年更新されるっていう契約だったと報道されてるんですけど、うん、まあ、2部に落ちた場合はそれは無効みたいなんで、またチームを探すことになるんじゃないかなっていう気がします。はあ、わかりました。あとは高月さん、高月さん、すみません。彼はもともとその京都にいて、ずっと年代別の代表ではすごく、活躍してた選手だったんですけど、ちょっと移籍がうまくいかなくて、ボルシア MG に移籍しようとしたけど、なんかうまくいかなくて、ドイツの本当に4部とか、そういうところでくすぶってたところを、シャルケのそのリザーブチーム、まあ2軍に当たるチームで行って、そこで得点を量産して、で、ワールドカップってちょうど期間、中断があったじゃないですか。その時各チームキャンプやってたんですね。ワールドカップ行かない組だけで。でそこでまたゴールを量産しまくって、いきなりプロ契約結んでもらってっていうところで、シンデレラボーイではあって、5試合で1ゴール決めて怪我しちゃって今シーズン終了っていう感じだったんですけど、まあでもやっぱり彼もちょうどインタビューさせてもらったのが3月ですかね。すごくいい感じでデビューして、もともとフォワードの選手だからサイドで使われて、サイドハーフ 4-2-3-1 のサイドハーフ、右サイドハーフで使われてて、どんどんゴール目指していったんですけど、やっぱプロのそのインテンシティになかなかブンデスリーガ1部のインテンシティに慣れてなくて、最後の試合、怪我する前の試合とかはもう体が動かなかった。それは多分筋肉的な疲労もあるし、そういう
ところでやっぱちょっと思うようなプレーができなかったっていうのはなんか迷いがあるって言われてたんだけど、体は分かってるのに体がついていかないぐらいやっぱそこのレベルっていうのはまだ足りなかったっていうことですね。最初1、2試合ぐらいすごいフレッシュだよね。ものすごいキレがあって、もしかしたらすごい活躍するんじゃないかって思わせる。で点も取ったし、だから怪我したがもったいなかったけどやっぱ負担があったんだね。そうですね。怪我したのは別にそれと直接関係があったかどうかわからないんですけど、はい。まあ練習で怪我しちゃってそういう感じです、ね。だから今後は期待できる選手 だと思いますけど。移籍するんですかね。いやいや、まあシャルケに多分残ると思うので。残りますね。はい。だから来シーズン2部でしっかり力つければ面白いかなっていう気がしましたね。あと田中碧選手、はい、まあ、怪我であんまり出てない面もありますけど、はい、どうですか評価としては2部ですからね。昨シーズンも今シーズンも田中碧選手が出た試合は全部見たんですけど、相当見てますね。すごい、ね、さすがですね。田中碧がびっくりしましたもん。あ、全部見てるんですかって。あのミックスゾーンでね。あー、で、ただワールドカップ後にすごくなんだろう、結構すごい変化を遂げたというか、攻守で無理が効くし、風格出てきたし。で本人に聞いたんですよ。なんでっていう話を聞いたら、やっぱりワールドカップで一つ高い、ブンデスの2部から言ったら高いレベルでサッカーをしたから、そのところに自分のレベルが、プレーのレベルが合ってるから、やっぱりこう、その感覚でやれたのが大きかったっていうことを言ってましたね。ただそこで怪我しちゃったんで、本当にそこだけですね。それがあれば、ただゴールに絡めなかったり、決定的なシュートまで行くんだけど、シュートの決定力っていうところにちょっと課題があって、まあ、ドイツメディアもそんなにマクロに見ないんで、なんか今シーズン1ゴールだからダメっていう感じで今評価、デュッセルドルフの地元メディアとか見てますけど、じゃあゴール前には入ってる、いつもゴール前に入ってるし、それが三笘の1ミリはそれは実ったんでしょ。あ、そうですね、はい、入ってるし、運動量もそうだし、守備でも頑張って自分たちのペナルティエリアにいるし、結構びっくりしたのはだから味方が後通せば自分のところにもう押し込むだけっていうシーン何個もあるけど、まあ、2部なんでやっぱいかんせんクオリティがそこまでいったんだけど、クロスがなんかライン割っちゃうとかそういうのが多かったけど、それをやり続けてはいたんで、自分がやるべきことにフォーカスしてたし面白いなとは思ったんですけど、ちょっと怪我してどうなるかなっていう、怪我なければまたステップアップもあったかもしれないけど、来シーズン1部に上がれるのか、それともやっぱりちゃんとしたオファーが来なくて2部の4位、3位か入れ替え戦で1位に自動昇格ですけど、4位のチームだったんで、まあどうなるかなってところですね。点数つけると何点ですか田中碧選手は。難しいな。昨シーズンを60点とするならば、今シーズンは85点。85点、はい、ああ、はい。ただ、トータルで見たら、昨シーズン60点するならそれですけど、まあ、トータルで見たら、怪我してしまって出れなかったところもあったんで、74点にしときましょう。9大点なしの。刻んですみません。はい。わかりました。ありがとうございます。はい、この10選手、プラス田中碧さんを振り返ってきましたけど、最後に、まあ、今季の新たなトレンドとして、ちょっと振り返りをしたいんですけれども、クラブ首脳陣と監督の関係、それがどう成績に影響するか、はい、これね、まさしくバイエルンの話出ましたけど、うん、バイエルンだけじゃなくて、バイエルンだけじゃなかったですね。2月から3月はバイエルンが、もうナゲルスマンがいつクビになってもおかしくないって中で、チームの成績も良くなかった、うん。で、さっき入れ替え戦に行ったシュツガルト、これも2月から3月にかけて、1月から実質指揮を取ってる監督と、実は、クラブの CEO の仲が悪いっていうのが出始めたんですね。成績そこまで落ちてないんですけど。そうすると、なんか選手たちも、なんかこの自分の監督、使ってる監督、だけど自分の契約を決めてくれるのは上層部なわけじゃないですか。そっちとうまくいってないなっていうのがあって、成績が伸び悩んで解任。で、フランクフルトも昨シーズンヨーロッパリーグ勝った、グラスナー監督が3月から4月で、4月の時に、まあ GM、スポーツディレクターっていう人と折り合いが悪くて、どうなるんだってなって、ずっとやって、その3月から4月、4月は、成績全然ダメで。でも、来週やりませんってなって、はっきり未来が見えたら5月からまたちょっとチームとしては復唱したんですけど、これむしろ佐々木さんに聞きたくて、どうぞ。だからその、自分の部長がどうも左遷されるらしいぞって言った時に、はい、そのチーム、自分の部のチームたちは、部長についていけばいいのか、部長の言うことを聞けばいいのか、いやでも、局長とかの方を見てた方がいいんじゃないかとか、なんかそういう状況って普通の会社でもあんのかなっていうのを聞きたかったんですけど、今シーズンそれが如実に出てて。はぁ、いや絶対影響しますよね。なので、日本の場合、クビになるとかあんまりないかもしれないですけど、はい、人事異動でね、はい、飛んじゃうとかっていうのがあると思うんで、それはね、絶対ブレますよね。うん、けど、これ、監督が部長だとしたら、SD は何なんですかね、取締役、まあ、執行役員、まあまあ、そう、まあ、取締役ぐらいだけど、人事部の責任者ではある、人事の責任者ではあります、ね。人事の責任者が SD ですよね。はい、SD ですね。SD を見るっていう人もいっぱいいますよね。ああ、やっぱり。社長っていうより、社長ってそこまで現場介入しないですよね。
あ、そうですね。会長とか、ね、CEO、はい。そうですよね。そしたら SD、なんでそもそもなんですけど、なんで SD と監督そんなに揉め事が多かったんですか。よく揉めるもんなんですか。シュツガルトの場合は、うん、SD が変わったんです。3月末で変わる、4月の頭から変わるっていう状況で、うん、先に監督変わったんで、うん、もうこの後辞めるっていうことが分かってる SD にが連れてきた監督なんですよ。あ、だから新執行部は面白くないですね。前のやつが連れてきた監督だろう。確かに。ふと思ったんですけど、今成績が悪い時って誰の責任になるんですか。監督なのか SD なのか社長なのか、そこでみんな責任のなすりつけやすいのかもしれないですね。あ、まずは監督。監督です。監督ですか、うん、そこが一番変わりやすいです。周期が早いのは監督で、次の周期が SD で、まあ社長はちょっと別ラインなんで、もうちょっと長く。今日監督としては SD、うん、お前がいい補強しなかったからだろうとか、絶対思います。不満持ちますよね。うんうん、そこ絶対コンフリクトが、衝突が起きやすい関係ではありますね。うん、はい、しかもドイツはどちらかというと、そのちゃんとスポーツディレクターがいて、うん、その人がその人事権の裁量があって、うん、監督はその下っていうヒエラルキーがあって、それはリバプールの、リバプールってフェンエイスポーツグループ、ボストンレッドソックスとかが持ってる、彼らがリバプールを買うときにドイツ型をモデルを採用して自分たちが一番上に来るから、うん、ドイツ型だったら監督が自分たちの下に来るから、有効になるなっていうぐらいにドイツは結構そのヒエラルキーはっきりしてるから、やっぱり監督はなかなか、バイエルなんか本当に押し付けられた選手って感じで。私、いい例え思いつきました。はい、監督はやっぱ編集長ですね。ああ、なるほど。編集長の人事権を持ってる人の局長っているんですよ。はい、これが SD ですね。はい、なるほど。で、私、読みましたけど、編集長と局長って結構喧嘩してましたね。部数のせい、編集長に部数が低いのは、それは勝ち点ですね。勝ち点のせいだって言ったり、はい、編集長はもうこれ局長うるせえなと、こんなに頑張ってんのに、はい、何お前、なんか自分が作ってるわけじゃないのに偉そうに言ってんだみたいな。はい、よくありました。なるほど。それを上から見てるのが社長。ああ、なるほど。だから社長というより、この編集長と局長、ここが噛み合うと、やっぱ雑誌も売れましたね。なるほど。いや、それ面白いな。しかじゃあ逆に、その編集長である監督が、はい、なかなか、ちょっと上の、それ局長から評価低いぞとか、次飛ばされる可能性あるぞっていうと、うん、その編集部の雰囲気、空気とか、パフォーマンスは落ちたりするんです。編集長の言うこと聞かなくなりますよね。ああ。なるほど。それ分かりやすい。分かりやすい。ザ・バイエルの話、そうか。そうですね。それ編集長の顔ですもんね。はい、雑誌の顔なんで、はい、みんな局長のことなんか誰も知らないけど、はい、編集長の顔は知ってるみたいな感じ。はい、あ、似てますね。うん、あ、なるほどね。それむちゃくちゃすごく、これは佐々木さんがいるから、ぜひこの話をしたいなと思ってたんですけど。なるほど。そこですね。編集長。だ結構編集長が今シーズンはなかなか板挟みになって難しくて、はいですね、みんな局長を見ちゃったなっていうのは結構ありましたね。そういうことですね。わかりました。それで2つ目、リーグの競争力低下。はい、まあ、これは、まあ、純粋にレバンドフスキーとかハーランドがいなくなったことによって低下したところもあるでしょうし、あとはもっと先日の実験をするリーグだっていう僕は印象があったんですけども、なんか保守的になっちゃって、まあ結構理論家をどんどん登用したんですよ。そうしたら結構今までは理論家を登用しない中で逆風の中這い上がってきた理論家だったから結構個性があったんですけども、よしみんな理論家を登用しようってなると個性のない理論家ばっかになっちゃって官僚みたいな感じで、ね、そうなんです。難しいなと思ったんですよね。あ、今までの方が逆風があった方がもうそれに勝って出てくるからある程度強かったんですけど、今はなんか面白くない監督がすごい増えちゃいました。っていう印象を持ってます。うん、へえ。それは間違いなくありますね。で、その結果、それと対抗して、だから保守的な古き良きドイツの、なんかその、ドイツデュエルをツバイカンプフって言うんですけど、うん、古き良きそのツバイカンプフを大事にする監督とかが、すごく好評、また成績伸ばすんですよ。玉際で戦えとか結構大事なことではあるから、それを結構強調するような人で、そういう争いになってて、まあ、バウムガルト監督とケルンとかもそうだし、ボーフムのライトル監督とか、その辺もそうですけど、そういう人たちがやったんで、戦術的な向上はむしろ停滞してますよね。うん、猫も釈子も理論家にしたらダメで、で古き良きラバディアみたいななんか、はい、もう根性論みたいな人が来ちゃって、もうぐちゃぐちゃになったのが今期。うん、面白い、理論派と張本さんみたいな人の戦いみたいな感じですね。はい、だからまあしょうがないですね。ある程度成長して理論家を登用しようってなった後の、うん、今この踊り場です、ね。踊り場に来て、だからこれもう一回行くのはどうしたらいいのかなとはちょっと。だそうするとヨーロッパでもなかなか、うん、まあ、シャビアロンソっていう特別な例は、シャビアロンソはまあスペイン人の中でできたっていう、うん、今回ヨーロッパリーグでベスト4まで来ましたけど、チャンピオンズでも全然最近
ベスト4にはいけないし、うん、だからそのヨーロッパのコンペティションでなかなか成績出てないのも競争力低下だと思うんですけど、うん、そういう踊り場状態で他はこう上がってきてるのにっていうのはあるでしょうね。確かに日本と似てますけど、ドイツもね、なんか官僚的なものと相性いい国ですよね。秩序だった方が好きなんで、そういうふうにどんどんシステム化されていくと個性がなくなっていくと。センターフォワードがいないのも育成がシステム化したんで、うん、上手い選手が増えたけど、このアレクレモの、まあ、話聞かないけど点取ってくるみたいな人は生まれてこなくなったっていう。その意味ではナーゲルスマンって貴重だと思うんですけど、その著者として本を書いた、彼をテーマに本を書いた人たち、ナーゲルスマン次何すべきですか、どこに行くべきですか。国外に行くべきだとは思いますね。プレミアリーグじゃないですか、やっぱ。どこですかね。取ってなむのね、噂もありましたけど、結局ね。ポストゴグルになってましたね。でチェルシーも話はしたけどまとまらなかった。まあどっちが断ったか分かんないですけども、まあリバプールですかね、じゃあ。ああ、クロップの後を継ぐみたいだね。うん、そっかそっか。マンチェスターユナイテッドって感じじゃないですよね。そうですね。確かに。まあでもそっちもあるのか。まあユナイテッドもあるかもしれないですね。でもいずれにせよプレミアリーグがいいと思います。プレミアリーグですね。うん、もう武者修行すると、ね。個人的にはドルトムント行って復習してみたいですけど、ね、復習を見てみたいですけどね。そうか。まあ、ドルトムントは新しい若手監督を発掘してほしい。ああ、なるほどですね。ということですね。わかりました。最後、これ日本人選手の語学力。これ興味深いテーマですね。うん、どういうことですか？香川選手は2010年に行った時に、通訳がクロップ監督の意向で、全部、練習から試合から全部帯同して、香川選手が活躍しました。で、もう、猫も杓子もみんな通訳を日本人選手にはつけてっていうトレンドがあったんですけど、うん、そういうのは一回りして、今みんなもう日本にいる間に、海外に出たいのを前提としてるんで、英語を勉強して、スポーツで使うもの、ある程度のコミュニケーション取れる状態で行くんで、もう語学力は相当上がりましたよね。うんうん、だって高原さんの時とか知ってますけど、その当時と比べたら。うん、その、日本代表の時に英語で応対する人なんていなかった。中田英寿さんしかいなかったけど、うん、今は結構普通に田中碧選手とかもやってるし、うん、別にそんなにむちゃくちゃ流暢じゃないんだけど、応じるんですよ。吉田選手とこの前ですもんね、うん。英語に対するアレルギーがない、低いんだなと思いました。いや、もう本当ゼロで。だから、で、結局それによって、さっきの伊藤洋樹選手とか、まあ、板倉選手、堂安選手もそうですけど、普通に英語話すから、対等に結構やるんですよね。で、ドイツ人もなんか、ドイツに対しても英語で話すじゃないですか。じゃあ、ドイツ人もドイツ語、母国語じゃない英語で、まあ一応話すから、なんか結局レベル的には対等になって、ちょうどいい感じで、ドイツ人って他の国よりも英語話せる方だと思うんですけど、日本人もしっかり勉強していくから、結構対等の目線でやれるから、なんか日本から来ましたっていう感がなくなりましたよね。ああ、非ネイティブ同士な感じで、フラットに。そうするとフラットになるから、そこが結構そうですね。ドイツ語できなくてもいいんですか、ブンデスは。まあキャプテン、遠藤選手なんかはドイツ語勉強しろって言われることはありますけど、まあ勉強もしてるんですけど、まあまあドイツはでも一番英語を話してくれる言語だし、ドイツ人が英語を話せることをちょっと誇るような文化もあるんですよね。北欧だと英語を話すのがスタンダードなんですけど、ドイツだと英語を話せるとちょっとドヤ顔できるみたいな感覚ですかね。日本と似てますね。あ、そうですね。だから選手たちもなんかこううまく話そうとしてくれるし、そういう意味では全く不自由ないし、堂安選手なんかも監督、シュトライヒ監督は、堂安選手に指示するときは英語になるみたいな。みんなに話すときはドイツ語なんですか、やっぱり。戦術説明とかチームにするときとかって。そうですね。でも英語の場合もあるし、そこらはまちまちですかね、チームによって。でも結構英語のチームも多いですよね。はあ、ドルトムントとかは結構やっぱ英語が多くなったりとか、多かったっていうのがありましたね。特にここ数年は。まあ、外国人が多いっていうことかな、はい、じゃあそのチームは。バイエルンは一応ドイツの文化を大事にするんで、ドイツ語で一応やれっていうことは結構強制的にしてるんで、比較的、ドイツが多いですけど、まあ、ドルトムとかレバークーゼンとかそうですかね。したらそれやっぱ言葉を喋れると全然コンプレックスがないなっていうのは、その技術的なっていうのとはまた別の次元でのメンタル的なコンプレックスがないなっていうのは昔と比べても感じますよね。長谷部選手とかドイツ語も喋るんですよね。長谷部選手はドイツ語の方が得意かもしれないですね。全部記者会見もドイツ語でやりますね。他の選手は大体英語でやるかなっていう感じで。あと遠藤選手はキャプテンなんですけど、試合直前のキックオフ直前のエンジンはアントンっていう選手がドイツ語でやってます。はあ、エンジンのところはドイツ語でみんな言うんで一応。そこは遠藤選手はキャプテンだけでそこで言わないで、アントンが言って遠藤選手は一言加えるか加えないかぐらいでっていう感じで。でもそれでもキャプテン任されてますからね。だってクロップもロッカールーム最後のエンジンはやらないって言ってました。やっぱ英語でそれはできないと。あんだけ流暢なのに。はあ、そこはキャプテンだったり誰かにやってもらって、
ああいうペップトークっていうんですかね、みんな盛り上げるトークはやっぱ英語でできないっていうふうにクロッパはあのメディアで語ってました、ね。はあ、その点やっぱリーガエスパニョーラ、あ、ラリーガなんかはやっぱ英語では無理なんでしょうね、はい、うん、あの清武選手が行った時にセビージャに行った時にちょうどすぐドイツで練習試合があって取材しに行ったらチーム内で英語話す人がスタッフ一人しかいないって言ってました。だから久保選手ぐらいしかやっぱ活躍できないですね。そうですね、あっちは、はい、でも久保選手なんかもね、最近ラジオでなんか流暢なスペイン語話して、なおかつスペイン語の方が砕けてる、ジョークも言うしみたいな感じで日本語よりしっかりしてるっていう方で、ほとんど他の言語を話すっていうのは他の国でやるにはいいかもしれないですね、うん、あ、メンタリティもちょっと違う、空気感もなんかマインドも違ってくると思うんで、その辺英語話せるっていうのはなんか単純な交換ツールってだけじゃなくて、そのマインドのツールとしても大きいかなっていう気がします。セリアはどうなんですか？あ、やっぱイタリア語じゃないですか。はあ、鎌田選手行くとしたら大変ですね。AC ミランの時はテーブルで言語が違ってました。で、本田選手はスペイン語グループにいたからスペイン語が飛び交ってたって言ってましたけど、うん、やっぱり英語を喋れる人は少ないですよね。ラテン系はやっぱりフランス、スペイン、イタリアは比較的ドイツ、あ、英語は少ないとは思いますけど、うん、そうすると日本人選手にとってはブンデスリーガ行って、もしくはベルギーとか行って、うん、そこで土台を作って名を上げてプレミアリーグに行くっていうのがやっぱ一番いいですね。まあそれが一番王道じゃないですか、ね、分かりました、ありがとうございます。ということでたっぷり伺っていきましたけれども、はい、どうでしたか？これ、あの、日崎さん全部やったんですよ。ブンデスリーガ。サンリーガで。ラリーガ、プレミアリーグ。まあ、ちょっとドイツはやっぱ地味なので、頑張ってほしいですね、はい。僕もドイツに住んでたし、ドイツ、うん、あの、リーグよく見るんで、うん、まあ、選手、もっと、あの、いい選手出てきてほしいし、うんうん、まあ、ちょっとやっぱ、今日他の2リーグと比べると弱かったなと思ったんで、あ、ですよね、だって。あ、選手がね、選手がね、地味ってとかありますよね。けどなんか日本が学べることがすごく多いんじゃないかなって気がしました。うん、なんか近いかもしれないですね、規模とか。そうですよね。三浦さん、今後もブンデスを、はい、もう深掘りしていくんですか？はい。まあまあそうですね。まあ他のこともやりながら、まあ、夏はバスケのワールドカップもあるんで、沖縄でちょうどやるんで、日本地元開催なのでそこも行ったりはしますけど。はい。今度日本対ドイツ戦もありますもんね。そうですね。また、はい。ということで、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。